桐谷さんはどんなバレンタインデーでした？当日は私自身のイベントがあったのでファンの方と触れ合う時間がたくさんあったんですけど、でもお世話になっている方やのドラマ撮影しているのでドラマのスタッフさんに感謝の思いを込めて、まあ、贈り物をしました。チョコレート？はい、チョコレートと、はいはい、パクッと食べられるようなちょっとお腹にたまるようなものと。皆さんからの反応はいかがでした？やっぱり喜んでもらえたので、そういうなんか顔がニコッとなる姿を見ると嬉しいですね、私た本人からしても。そうですね、なんだろう、細かな気遣いができる方って素敵だなと思うんですけど、例えば女性ならこう髪の毛をちょっと切った時に気づいてほしいとか、こういうアクセサリーとか時計とかを新しくした時に、あ、それかわいいね、それ新しいんだねっていう風に気づいてくれるとか、そういうさりげなくなんか見ていてくれるような方って素敵だなと思いますね。恋の針が動き出すということですが、はい、今年恋が動き出すみたいなことあったりするんですね。動き出すことですか？本当にですね。それではなかなか今ないですね。今はもう本当に毎日ドラマの撮影しているので、ドラマの中では恋は動き出します。そこは見てもらいたいです。昔から30までに子供がいたらいいなとは思ってます。ということはどうなったの？頑張ります。欲しいとかあるんですか？私の弟と私の2人兄弟なので、2人兄弟がいたらいいなと思って、うん、夢しかないだって驚愕してます。ちょっと危ないですね。危ないって言わないでください。